球を打ってライトフライ、2割9分6厘というアベレージです。そうだ、笑うが一番強い。ビッグスマイル、マグナムドライ、サントリー。忙しいけどデジカメで撮ってて、全部写真にして、あの子が大きくなったら見せてあげようと思って。手抜きしてない証拠になるかな。見る見えないよね。え、こんなの食べたっけとか言われたりして。自分アルバム、ハローニューフォトエプソン。番組が始まる前に見ていただきたいものがあります。この数字です。味わい深いと思いませんか。では始めましょうか。自分の造形で世界を変えてみたい。それが不可能なら、せめてこの街の姿を。そんな夢を見た男がいます。夢のかけらはパリの街角に隠されています。例えばあの小高い丘に。地下鉄で向かってください。なぜなのかは後でわかります。もしあなたがコンコルド広場のあたりにいるとしたら、メトロ12号線に乗りましょう。そこから7つ目が校舎駅です。モンマルトルの玄関口、アベス駅。薄暗い通路の先にパリでも珍しくなった螺旋階段が続いています。外光を頼りに登っていくと、ほら、見えてきました。これが今日の作品なのです。メトロ12号線アベス駅入り口、完成したのは1900年です。すっかり街の景色に馴染んでしまっているせいか、作者のことに気を止める人は少ないようです。作った人知らないわ。60年も住んでるけど知らんな。ただの地下鉄の入り口だろエッフェル塔を作った人違うの。作者はエクトル・ギマールと言います。知る人ぞ知る伝説の建築家。では改めてエクトル・ギマールの傑作をご覧いただきましょう。基礎に使われているのは大理石。欄干や支柱は鋳物の鉄です。天蓋はガラス製。看板の文字もギマール自身がデザインしたものです。植物や花をモチーフにしたという欄干の装飾。花のおしべを写したのでしょうか。微妙な曲線がどこかエロチックです。天蓋を支える柱は命を宿すように天井の光に向かって伸びていきます。大地から生まれた生き物のように。かのサルバドール・ダリ曰く、パリのメトロの神々しい入り口、そこを通って人々は君主的かつ世紀あふれる未来の美学が支配する潜在意識の領域へと降りていくことができる。地下鉄の入り口という芸術、
19世紀の末から20世紀の初頭、パリは独特の香りに包まれました。アール・ヌーボーという芸術様式が花を咲かせたのです。エクトル・ギマールはアール・ヌーボーを代表する建築家でした。彼の独特の造形は建築のみならず家具や装飾、そしてパリの街にまで及んだのです。生き物がその触手を伸ばすように、メトロ2号線のポルト・ド・フィーヌ駅、このゲートもまたギマールの手掛けた傑作の一つです。去年の春のことです。僕があの老人に出会ったのは、ちょうどこの場所に倒れていたのです。僕は見捨てるわけにもいかず声をかけてみました。老人は不思議そうに辺りを見回していました。お家はどこですか、お宅までお送りしましょうかと尋ねてみたのですが、記憶を失ってしまったのか名前も住所も思い出せないのです。手がかりになるものはないかと見回してみると、手に奇妙なものを握っていました。ずっしりと重い鉄の鋳物のようです。なんだろうこれは。日も暮れてきたので私の家に泊まりますかと誘ってみたのですが、老人はお礼はするから明日一緒に探してくれないか、そう言って地下鉄に消えていったのです。一体何を探すというのだろう。老人が手に持っていたものは何だったのか。そんなことを考えながらアパートの屋根裏部屋のドアを開けようとした時、あ、これだ。ドアノブだ。さて、ギマールの本業は建築家です。では彼の世界のドアを開けてみましょうか。伝説の建築家が残した夢の形を。この番組はエプソンの提供でお送りします。下ティータイムを楽しむように一枚の写真で一息入れるのはいかがですか。ハローニューボトエプソン。買ったものを何でも写真にしてて、売店で買ったガムとかコーヒーとかあらゆるものなんですけど、その自分の意外な好みが分かる写真日記つーか家計簿つーか、人に見せるとお前無駄遣い多いなって言われちゃうけど、自分アルバム、ハローニューフォト、エプソン。セーヌ川を挟んでエッフェル塔を望むパリ16区、古くから高級住宅地として知られてきた地区です。このラ・フォンテーヌ通りで一風変わった数字が目についたら間違いありません。この界隈にはエクトル・ギマールの建築がいくつか残されているのです。忘れ去られてしまったように、その一つ、ラ・フォンテーヌ通り14番地。何かありそうな顔つきでしょう。覗いてみましょうか。完成当時決して評判の良くなかった彼の建築を。
代表作のカステル・ベランジェはギマールが28歳の時に手掛けた集合住宅。6階建ての建物に36戸が収められています。正面玄関にあるスチール製の門扉、当時スパゲティとか真田虫と揶揄された造形です。エントランスに一歩踏み入れるとめまいを覚える人もいたそうです。溶け出しているような壁、モザイクの床にのたうつ曲線、建物自体が生きているような錯覚さえ抱くのです。この住宅に引っ越してきた女性が1週間寝込んでしまったという言い伝えさえあります。そんな評判に対するギマールの答えは、慣れてしまえばなかなかいいものですよ。エクトル・ギマールは1867年にリヨンで生まれています。15歳でパリに上った彼は国立装飾美術学校で建築を学びましたが、アカデミックな空気に馴染めず建設会社に就職し、職人として経験を積んだ叩き上げの人でした。カステル・ベランジェで世間の注目を浴びたギマールは、次々と問題作ともいえる建築を手掛けていきます。同じ16区に残るオテル・メザラは3階建ての個人住宅、ガラスの天井に覆われた1階の吹き抜け。ギマールの建築の最大の特徴は、家の本体はもとより建具や家具、照明器具からガラス1枚に至るまで、すべて彼自身の手によってデザインされていることです。ギマールの建築は斬新すぎて当時の人々には全く理解されませんでした。20世紀に登場したピカソらに先駆けて、なんと建築に抽象的な造形を持ち込んだからです。しかしあの独特なフォルムが想起させるものはまさに自然そのものなのです。自然界には定規で引いたような直線は存在しません。想像を絶する曲線の世界です。絶妙に奇想天外に曲がりくねる森羅万象、それでいて一切の無駄がない。ギマールは鉄や石やガラスという硬い素材を使い、自然界の優美な線を描こうと考えたのです。建築の様式は建築が存在する土の産物でなくてはならない。その強い意志は建物だけにとどまりませんでした。オルセー美術館の一室にギマールのコレクションが収められています。とりわけ目を引くのは家具です。ギマールの傑作、喫煙用の長椅子、植物の茎のように繊細な曲線で構成されています。建物が骨格であるなら、その造形にふさわしい家具や装飾が必要だと考えたのです。それがたとえ番地を表示する数字であっても、彼の美意識は徹底されたのです。
もちろんドアノブ一つにも。なぜかほっとけない老人だったので、翌日あの地下鉄のゲートに行ってみました。この場所がお気に入りなのか、老人は楽しそうに僕を待っていました。しかし一体何を探しているのか、それが本人にもわからないのです。唯一の手がかりが古いドアノブだったので、骨董屋に行ってみました。たかがドアノブだと思っていたのに驚きました。アンティークのものは僕のアパートの家賃より高いのです。ほう、ギマールですか。これは珍しい。初めて聞く名前です。昔パリで活躍した建築家だったそうです。ずっと忘れられていたんだ。60年前にアメリカで死んだはずだよ。骨董屋の主の勧めで16区に行ってみました。ギマールの建てた家がいくつか残っているというのです。僕は老人を表通りに待たして古いアパートを駆けずり回りました。一体いくつドアノブを調べただろう。でも同じ形のものは見つからなかったのです。老人は懐かしそうに家を眺めていました。その時突然つぶやいたのです。サン・ディディエ通り58番地。何か思い出したのかもしれません。サン・ディディエ通りは16区の大通りに通じる住宅街にありました。その場所には何の変哲もない建物があるだけでした。ところが老人はじっと耳を澄ましているのです。何も聞こえないのに。僕はあの姿が今も忘れられないのです。結局何もわからず老人とは別れてしまいました。一体あの人は何者だったのか、あの場所には何があったのか。その謎が解けた時、一人の建築家の悲劇の運命を知ることになったのです。1898年、エクトル・ギマールはある建築の設計に情熱を傾けていました。それは途方もない造形の挑戦でした。パリの街を緑で埋め尽くそうとしたのです。鉄の植物を街角に植えて。ティータイムを楽しむように一枚の写真で一息入れるのはいかがですか。ハローニューボトエプソン。これ毎朝作る子供のお弁当。朝忙しいけどデジカメで撮ってて、全部写真にしてあの子が大きくなったら見せてあげようと思って。手抜きしてない証拠になるかな。え、こんなの食べたっけとか言われたりして。自分アルバム、ハローニューフォトエプソン。入り組んだ路地と貧民街が密集する大都会、それが古の時代のパリの姿でした。このパリの大改造計画が進められたのは19世紀の半ばのこと。ナポレオン3世は
暴動や犯罪を防止するために曲がりくねった路地を一掃したのです。その直線と直角の都市に反旗を翻したのがギマールという建築家でした。ギマールが地下鉄公団から駅の設計を依頼されたのは1898年のことです。彼は大きく分けて3つのタイプの駅を設計しています。ガラスの天蓋がついたもの、階段と手すりにゲートだけのもの、パピヨンと呼ばれた屋根付きの駅舎。ギマールは直線と直角の風景に拮抗するように、その美しい曲線で都市の風景を変えようとしたのです。ギマールは地下鉄の入り口を開かれた空間にしようと考えました。それは画期的なもので、光も風景も遮らない自然と調和した絶妙な空間でした。しかし評判は散々だったために、その大半は30年後に取り壊されてしまったのです。16区のサン・ディディエ通り58番地、あの老人が佇んでいた場所にはかつてコンサートホールが建っていたといいます。2000人が収容できるオペラ座よりも大きなもので、ロマン音楽堂と呼ばれていました。ギマールという建築家の最高傑作で、その美しさには誰もが息を呑んだといいます。ところが1905年悲劇が起きたのです。持ち主が破産してしまい、ロマン音楽堂は完成からたった4年で取り壊されてしまったのです。建築家の見ているその前で、その後ギマールは抜け殻のようになってしまい、妻の故郷のニューヨークに渡り、二度とパリの地を踏むことはなかったのです。ロマン音楽堂の入り口のドアの写真を見たとき、僕はゾッとしました。あのドアノブ。その優雅な曲線の造形は若葉が燃える公園の樹木と響き合っています。かつてギマールが手掛けた地下鉄の入り口はパリ市内におよそ170あったと言われています。その多くは20世紀の前半には取り壊されてしまい、世界中の美術館に引き取られていきました。夜に咲く鉄とガラスの花、建築家が見た夢の形。第一次世界大戦が勃発すると、アール・ヌーボーの時代は美しい夢から覚めたように終わりを告げます。そしてギマールという建築家の存在も忘れ去られてしまうのです。